こんにちは、ウェリントン在住のみどりです。いつも応援いただきまして本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。ニュージーランドに長年住んでいて、ニュージーランドはこういうところがいいなと思うことがあります。今回はその話をしてみようと思います。それは、一般的に権力者と言われる人や社会的地位が高いと思われる人が、この国では誰にでも親切に接してくれる傾向があるので、アプローチしやすいということです。例えば、小学校、中学校、高等学校などの校長先生です。校長先生といえば、その学校のトップですので、大きな問題が起きた時以外には校長先生に話をしようという気にはならないと思います。ちょっと気になること、些細なことであれば担任の先生には話すかもしれませんが、校長室まで出向いて校長先生に直接話を聞いてもらおうとは思わないでしょう。一般的に言って、校長先生のような地位の高い人はどちらかといえば近寄りにくい存在だと思います。しかし、ニュージーランドの学校の校長先生はとてもフレンドリーな方が多く、その点で私はとてもアプローチしやすくていいなと思いました。私の子供たちがお世話になった小中学校、そして娘の通った女子高校と息子の通った男子高校のすべての校長先生がそうでした。学校からもらってくるニュースレターにも、小さなことでも何でも構わないので気軽に校長先生に話してくださいという内容のメッセージが書かれていたこともありました。また、親と教師の面談の際、小中学校の場合には生徒の弟や妹がまだ小さいことも多いです。そのような場合には、面談に一緒に小さな子供を連れていくと、先生とゆっくり話すこともできないでしょう。そんなことがないように、私の子供たちの小中学校では、親が先生との面談中に、小さな子供を図書館で校長先生が子守をしてくれるといったサービスまで提供してくれました。ちょっと気になることがあっても、校長先生にメールをしたり、電話をしたりすれば、できるだけ早くに校長先生が話を聞いてくれて、必要ならば校長先生自らがヘルプしてくれることもありました。娘がクラスの男の子から嫌がらせを受けていると思った時にも、私は校長先生に直接話をしてみました。すると、校長先生は、いじめはなくさなければいけませんと言って、早速校長先生自らがその男子学生に直接話をしてくれました。そしてすぐに分かったことですが、その男の子からは嫌がらせではなかったということです。その子は娘のことをとても気に入っていて、娘と一緒に遊びたかったのです。でも、あまりにも体の大きさが違いすぎて、相手が悪気なく娘に近寄った時に、娘が少し怖いと感じただけだと分かりました。校長先生がすぐに動いてくださったおかげで、親の私も心配がすぐになくなり、とても助かりました。それから、国会議員とか市議会議員とか社会的に地位が高いと言われる人たちも結構アプローチしやすいと感じています。これは選挙の前とかそういうことではなく、通常の時でもそうです。
私は以前、車の運転中に交通事故に遭ったことがあります。横断歩道の前で歩行者が渡り終わるのを待っている最中に、後ろからすごいスピードで走ってきた車に突然激しく追突されました。その横断歩道がある場所は信号機がなかったのですが、場所的に言って信号機がないのはこのような事故が起こりやすくなるのではないかと思いました。そこでウェリントン市議会の交通管轄の議員さんに信号機を設置してもらえないかと要望を書いた手紙を送ったことがありました。すると割とすぐにお返事をくださり、次回の交通に関するミーティングの時にぜひあなたに来てほしいと言われました。そして事故が起きた時のことや、どうしたらそのような事故が起こりにくくなるか、あなたの意見を話してくださいと依頼されました。私は都合があってそのミーティングには出席できませんでしたが、書簡にて自分の意見をお話ししました。それから時間は少しかかりましたが、その場所には私がお願いした通りの信号機が設置されました。またニュージーランドの元首相アーダン氏にはこんな微笑ましいエピソードがあります。彼女が首相在任中、スーパーマーケットで買い物をしていた時のことです。レジに並んでいると、前にいた2人の子供を連れた母親が財布を忘れて困っているのを見かけました。泣き叫ぶ子供を抱えたその母親を助けるため、アーダン氏は代金を代わりに支払ってあげたのです。自分も同じ母親だからと感じたアーダン氏は、困っている母親に共感し支援を申し出たというわけです。このストーリーはもともとソーシャルメディアでシェアされた後、ニュージーランドのテレビでも放映されました。一国の首相という高い地位にありながら、一般人に対しても優しい心遣いが感じられて、とても素敵だなと思いました。ニュージーランドでは地位が高いと言われる人でも、雲の上の人で近寄りがたい存在だというよりも、結構アプローチしやすい人たちが多いなという印象を抱くので、この点素晴らしいことだと思います。これはおそらくニュージーランドの社会全体が社会的平等の風潮があるからなのだと思います。日本とニュージーランドで大きく異なる点は、日本では社会的な階層がかなりはっきりとしているのに対して、ニュージーランドでは日本のような明らかな社会的階層がないことです。社会的に地位が高い人でも普通にフレンドリーに接してくださる人が多いため、一般人でも萎縮することなく割とアプローチしやすいです。また会社や組織の中でも、上司と部下という関係はあっても、日本の上司と部下のようなはっきりとしたヒエラルキーは感じられず、割と対等に意見を言える関係であることも珍しくありません。これは文化的なものですので、ニュージーランドが良くて日本は良くないと言ってるわけではありません。単なる文化の違いなのでしょう。それでもこの点は私はとてもありがたいなと思うことです。ということで、今回はニュージーランドでは権力者や上の立場にいる人にアプローチしやすい風潮があるというお話をしました。
ご清聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルは、もともとは私のニュージーランド生活の様子を紹介するものでしたが、最近はどちらかといえばトーク形式で私が感じたことをお話しするのがメインになりました。日本とニュージーランドの違いで驚いたことや、日本の外から日本を眺めて感じたこと、異文化体験で学んだことなど、私自身の主観ではありますが、さまざまなテーマで語っています。今後も細々と投稿を続けていきたいと思います。これからも応援いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ウェリントンのみどりでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。